はい、ユッキーです。喫煙動画始めていきます。今回は、前回吸った、クールの、1ミリから変わり、5ミリです。タールが5ミリの、ニコチンが 0.4 ミリ。本製品の香料にはメンソールと微量の北海道ミントオイルの両方が含まれています。と書かれております。はい。それでは吸っていきましょう。値段が450円。あ、うん、ああ。なんかこっちの方が強い気がするな、メンソール。なんかこっちの方がメンソール強いな。多分。あれ、1ミリのメンソールよりこっちの方が強いのかな。やけに鼻がスースーするな。多分強い。俺の主観だけど、おそらく強い。と思われる。うん。1ミリより5ミリの方が多分、かなり、面相強いっすね。かなり強いっす、これは。うん。うん。うん。強い。で、そこそこやっぱり5ミリなんで、そこそこ、タバコの味が、ありますね。1ミリは本当に、ほとんどタバコの味の、あれがようわからへんかったけど。5ミリになったら、割かし。うん。あー、やっぱ強いな。鼻が、ちょっとツーンとくる痛さだね。痛さがあるぐらい。うん。まあでも実質のところ1ミリとまあ変わんないっすね。まあ5ミリになって、タバコの感じが強くはなったんですけど、ぶっちゃけ味とかはまあまずくはないんですけど、うまくもない。うん。うん。はあ、鼻が、最近花粉症の毛があるんで、怪しいです。花粉症になったかもしれません。人生初花粉症になったかもわかりません。まあ、俺の場合、万年鼻炎なんで、もうよくわかんないですけどね。うん。万年鼻炎なんで、なんかね、鼻水が出るんですよ。だからよくわかりません。うん。まあまあですね。で、雑談なんですけど、クールでも何でもタバコってある、そうなんですけど、ソフトパッケージと、結局、ボックスパッケージっていうのがあるじゃないですか。で、俺の主観だとどっちが違うかって、どう違うかっていうと、簡単に言うと、ソフトパッケージの方が香りが抜けやすいんですよ。で、もうすでに陳列棚に置いてある状態から、もうすでにおそらく風味が飛んでるんです。で、メンソールタバコの場合だと、風味が飛ぶと、まあ、メンソール感が弱くなるんで、むしろ、個人的にはいいんですよ。うん。だから、その逆に、メンソール感が強いの好きだったら、ボックスの方が多分うまいと思います。あとは、やっぱり、まあ、風味とかの、まあ、飛び具合ですかね。結局、程よく飛んでくれるんで、ボックスパッケージ
よりはおそらくメンソール感は弱いと思ってます、個人的には。で、あと、まあ、携帯性の良さ。ボックスだと潰れるんで、くしゃって潰して、入れられるじゃないですか。ポケットとかに。でも、ボックスだとある程度の大きさがもう確保されてるんで、潰すことできないんですよね。だから、基本的に、セブンスターとかマイナーな、メジャーなタバコだと、絶対、ソフトの方が売れるんですよね。で、おまけにセブンスターの場合だと結構香料が使われてるんで、独特のセブンスターの風味が割かし飛んじゃう。で、逆にセブンスターの場合だと飛んだ方がうまいのかもわかりません。まあそれは人によりけりですね。だから、セブンスターの独特のなんか、なんつうか、フルーティーな香りみたいなのは、フルーティーなのかな？わかんないけど、香りがあると思うんですけど。あれが、俺あんまり好きじゃないんで、だからタバコの本来の味わいっていうか、タバコの旨味と、程よいその香料の、でもやっぱ香料はあった方がいいんですよ。ちょこっとだけね。ちょこっとだけあった方がいいんですけど、いわゆるハイライトとかみたいに。ハイライトみたいにラム着光されてると、やっぱラムの方が、香りがいいんで。ただハイライトの場合はあれボックスないですから、ソフトなんで。まあ、一般的にはボックスよりも、ね、メンソールだったら、まあ、だからメンソール感ただ、欲しいんだったらやっぱボックスがいいですよね。まあ、もしくはそのセブンスターの香りを楽しみたいんだったらやっぱボックスの方がいいのかもわかりません。まあ、それは、どっちもね、ボックス、まあ、セブンスターの場合だったらボックス、ソフト、どっちも買ってみてね、まあ、味わってみると、まあ、わかるんではないでしょうかね。まあでも実際のところセブンスターは、やっぱり、ね、ボックスよかソフトパッケージの方がはるかに、ね、売れてるということで。まあまあまあ。だからタバコの、まあでもなんで俺ハイライト大好きなんですけど、ハイライト、はボックスですよね。ハイライトこそボックスで出してほしい。ハイライトだけで、ハイライトメンソールはメンソールあるんで、俺あんまメンソールがあれなんで、まあでもどっちもボックスの方がいいかなと思うんですけどね。やっぱボックスの方がやっぱり熱いんで、この紙が。紙が熱いんで、やっぱり、密閉されてる感あるんですよね。多分。ということで、三つ星でーす。ご視聴ありがとうございました。